はいどうも、ジョーキクラウスです。今回はプラモとおもちゃの中間地点のようなものを紹介します。ではご覧ください。どうぞ。はい、今回紹介するのはこちらです。 D51 はよく見ますけれども、奥のビッグボーイの製品化というのは珍しいですね。では両方とも紹介していきましょう。ただ紹介するだけではつまんないので一旦分解しました。はい、もう見事にバラバラです。これをもう一度組み立てるような形で紹介していきたいと思います。ですいません、説明書だとかパッケージがもうなかったので、説明書の順番通りかどうかはわからないんですけど、ご了承ください。こちら台枠や動輪などの下回りのパーツです。こちらはテンダーのパーツです。じゃあ早速組んでいきましょう。まずは透明なパーツが入っておりますので窓にはめ込みます。これを両側はめ込んだら合体させます。このシンプルさがなんともいいですよね。次にデフレクターをはめていきます。突起物2つを穴に差し込んで完了です。もうこの時点でもう D51 の顔になってきましたね。次に下回りを作っていきます。まずは動輪、このように4つはめ込んでいきます。これを台枠に移してボディをはめて完了です。さあ次は重輪を作っていきます。こちらも重輪の車輪をはめて台枠をはめ込んで完了です。機関車部の最後はロッド類です。こちらは動輪にはめ込んでいきます。第4動輪にくさびをはめ込むだけなので非常にシンプルに終わります。すごいシンプルな構造ですけど、それっぽくできてますよね。さあ次はテンダーです。車輪を組み立て台枠にはめ込み、ボディを合体させて完了です。テンダー台車の台枠が1次型ではなく試験車のものと同じなのがポイントですね。これを機関車部に合わせて完了です。さあ次はビッグボーイを紹介していきます。先に謝っておきます。手すりがどうしても片方見つからなかったのでご了承ください。さあこれも分解していきます。ボディだけでも大きいですよね。で車輪と台枠です。まずは重台車を作っていきます。車輪を組み立てて台枠にはめ込み合体させて完了です。次はボディです。こちらは4つ穴が開いておりますのでそこにはめ込んでいきますが、重台車を組み立てるときにはめ込みます。こんな感じですね。次は台枠です。これはボディをそのまま乗っけます。この時点でかっこいいですよね。で、先ほど手すりをなくしたと言っていた、前面パーツです。こちらもはめ込んで完了です。ここで気づいた素晴らしい気遣いが、差し込みすぎないようにちっちゃい突起物がついております。やっぱこういう気遣いのできる人間になりたいなと私は。次に動輪とロッド周りを作っていきます。車輪をはめ込んでロッド類を組み立てていきます。これで完成です。前面のデッキの網目表現やボイラーやキャブのところのリベット表現など絵が細かいです。これを切り詰めてチャレンジャーなども作れそうですよね。若干もったいないような使い方ですけど、ビッグボーイの重台車を D51 に合成して D61 も作れそうですね。まあ、そう考えるとたくさん遊べそうな楽しいおもちゃですよね。はい、てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではペーパーやプラ板を材料にした手作り模型の制作を中心に発信していきますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ジョーキクラウスでした。じゃあバイバイ。